つら。うわ。違う、こんなに。よしよし。こんな。レッツゴー。ネギ前です。というわけで久々のドライブ、あ、ちゃんと半年以上ね帰ってこれてなくて、で向こうでレンタカーするっていうわけでもないし、だからちょっとね練習してきて、でまた感覚を思い出したので動画を撮りながら、今日はね朝マックまた買いに行こうと思います。前行ったあれ何ヶ月前やっけ。確か前行った時はヒップマイのパーカーを発売された直後ぐらいやったかな、覚えてる。前はどついたれ本舗のパーカーを着ながら行ったのは覚えてる。ちょっとカメラがね安定しておける場所がそこしかなかったんで、今ちょっと全然顔映ってないけど、朝マック買って食べます。向こうでねレンタカーするわけでもないし、なんか車違う車運転するのちょっと怖いなと思って。今この車はね軽なんですけど、この車になる前はフリード、なんかちょっと大きすぎないけどちょっと大きめの車だったんですよ。それよりかはこっちの方がコマ回り効いて運転しやすいけど、車ねあると便利やけど、買うとかそういうそこまでは別にいいんですけど、やっぱスーパーとかがすごい車あると便利やなって改めて実感した。両手に抱えきられへんぐらい買い物しても車に積み込めば問題なし。そのポジションすごい安定してるな、顔映ってないけど。これどっち行ったらいいんやっけ、ちょっと待って、地元の道、ここか、これ曲がるんか、曲がる、曲がります、はーい。こっちは道やったっけ、あれマクドってどこや、これ前のここで迷った気がする。ここの道苦手なんよな、学生時代通ったわけでもないし。大阪帰ってきて昼夜逆転生活が一気に治った、まともな人間の生活を送ってます。車にカメラ固定するやつってないんかな、なんかあった気するんやけど、お店に見に行ったら GoPro のやつしかない感じがした。大丈夫、ちょっと運転中だから撮られへん。安定はしてなかったみたい。あ、こんな感じです。あ、これマクド逆か、あ、違う、うん、合ってるわ、すみます。あ、マクドが見えた。ドライブスルーも多分あれよ、前に動画撮ったぶり。マックグリドルのセット一つ、あ、はい大丈夫です。もう一つがアイスティーで何円って言ってたっけ。すいません、ありがとうございます。よっしゃ、買えた。お母さんの分も買いました。あ、そう、妹もね用事で一緒にっていうか日にち違うけど大阪に帰ってたんですけど、妹の方が先に来て先に帰った、私の方が用事直前に来て、でちょっと妹と遅れて帰ります。おじいちゃんはもうねご飯済ませてたんで、お母さんと私の分で買いました。割と起きてすぐやから全然お腹減ってない。でも朝マックのハッシュドポテトってすごい特別感あるんよな。朝から朝マック買いに行こうってならんもん、そんなに歩ける範囲にあるけど。なんかここら辺お店ちょっと変わってる、8ヶ月ぐらいでそんな変わるもん、変わるか。あ、氷抜きにしてもらうの忘れた、絶対寒い。
くなるかも。ここにするとこっちに合う。あ、これでマシ。メガネを付け替えて。見えへんけど、ファンタメロンと、で、私は、で、何やったっけ、ソーセージマフィンにしたかな。いただきます。痛い。ちょっと血色悪すぎてリップだけ塗ってきた。あとメガネで隠せるしと思って。いただきます。懐かしいこの風景。うん、うん、やっぱハッシュドポテト美味しい。これだけで結構お腹いっぱい。ハンバーガー帰ってから食べようかな。声がけから行くよ。ごちそうさまでした。危ないのでもう一回ミニ三脚につけて。あ、さっきよりマスちゃん。でもよし、それでは帰ります。 ETC カードを確認しました。はい。あ、すごい喉乾く。私ね、あの免許取った理由、免許取るっていう流れになったのは、まあ、もちろん年齢がね、免許取れる年齢になってたからっていうのもあるんですけど、まあ、おじいちゃんの免許を返す時のタイミングで取ろうっていうことで、でおばあちゃんがねその時お金を出してくれたんですよ。だから何としてでも絶対ペーパードライバーにはなりたくなくて、せっかくねおばあちゃんに通わせてもらったから、だから帰ってくるたびにもうちょいちょい運転はねしてるんですけど、まあ、半年以上運転開くっていうことが今までなかったから、すごいどうやろなと思ったけど、まあ、この動画を撮る前にね感覚を取り戻すためっていうか、初っ端から撮るのは危ないと思ったんで、ちょっとだけね一人で運転してたんですけど、なんかすごい傾いてるけどいいかな。無事に家に帰ってきました。よかった、ちゃんと駐車もできた。映ってない。何のアングルやっていうような感じなんですけど、今回そんなにね日にちに余裕がなかったので、ドライブ動画をこの動画切りかなと思うんですけど、また帰ってくるたびにねたまにドライブ動画も撮れたらいいなと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。毎度ー。